あるよね。おお、じゃあそれも披露しちゃいおっか。いくよ、いっせーのーがーせ。皆さん分かります？じゃあ引くいてみよう。分かるかな。せーの、お、見ない。そう、見ざる。じゃあむーちゃん、むーちゃん、耳に手を一生懸命当てています。じゃあ皆さんいくよ、せーの。はい、その通り、聞かざる。そして最後にかーくん、くちばしに手を当てています。じゃあみんな大きな声で言ってみましょう、せーの。はい、その通り、言わざるです。でもあんたたちは犬やからね、猿やねえからね、犬ね、犬。はい、ということでですね、次は私たちが住んでいる魅力を皆さんにぜひ知ってもらいたいということで、ちょっとクイズを今からしたいと思います。はい、クイズは全部で3問あります。はい、もし答えが分かった方はその場で言わずに手を挙げてください。手を挙げて当てられた方のみ答えてください。お願いします。それでは早速行ってみましょう。第1問。あ、そうですね、すみません。なんとこのクイズ景品がございます。はい、今こちらの方にあります。景品はお芋ポックルという景品です。皆さん食べたことありますか？あ、かーくんある、かーくんある。あ、ひーくん、むーちゃんもある、ある。そうやね、宮崎に住んじゃうもんね。ね、お芋ポックルはですね、さつまいもをスティック状に切りフライにしたスナック菓子、とっても美味しいんですよ。皆さんぜひ頑張って当ててくださいね。それでは第1問。最も権威のある和牛の品評会、全国和牛能力共進会で日本一2連覇という偉業を成し遂げた牛肉は何牛でしょうか？分かるっていう方は、あ、なんだろう、あ、じゃあ、すごい、はい、PR してくれている方、宮崎牛。はい、その通りです。宮崎牛です。もうね、ここにね、キー君が今日はね、宮崎牛バージョンということでね。はい、イエーイ。じゃあ第2問。青島にある〇〇の洗濯板、さてこの〇〇に入る言葉は何でしょうか？お、分かる方。じゃあごめんなさい、じゃあキー君、手を挙げてくれてる女の子、鬼の洗濯。おお、その通り、鬼の洗濯板です。皆さん、鬼の洗濯岩ってご見たことあるっていう方いますか？あ、何人かいらっしゃいますね。すごい。そうね、あれ、鬼が洗濯できるぐらいなんかデコボコしているんですよ。砂となんか泥の岩が交互に重なって浸食されてできたという、とっても広い、潮が引いた時には辺り一面に見えますので、宮崎に来た際にはぜひ青島にも遊びに来てください。さあ、そして第3問、ラストの問題です。じゃあこれはですね、宮崎の方言の問題を出したいと思います。ではまず最初にこちらをご覧ください。
散らかしてんの？ちょっと、かやくん、夕食の準備をするから、ちゃんと直しときない？おもちゃちゃんと直しときないよ。え？何かやくん、よだ聞いてや。よだ聞いじゃねえし、ちゃんと直さんねん。そう、かやくん、直さんと夕食抜きにすっかいね。わかったね。ちゃんと直しときないよ。直し終わったと。おお、かわくん綺麗にできちゃう。えらいね、よくできる子やね、かわくん。よしよし。はい、ということで皆さん今の寸劇どうでしたか？はい、この中、お、ありがとうございます。この中にですね、今宮崎県の方言が何個か入っていました。そのうちの一つ、よだき。よだきという方言はわかりますか？わかるという方、クイズです。お、じゃあ白いコートお召しのお姉さん、じゃあ答えをどうぞ。だるい。お、ピンポン、その通りです。はい、な、よだきはだるいという言葉なんですね。そしてあと最初に言いました、直す。直すというのは宮崎弁では標準語では片付けるという意味で使われるんですが、宮崎弁では直すと言います。はい、ということでもうそろそろお別れの時間となってまいりました。最後は宮崎県の歌、宮崎県サンバを踊ってお別れしたいと思います。ぜひ皆さん、その場でも構いませんので、身振り手振り宮崎県と一緒に